浜松市広報アワー。さあ始まりました浜松なるほどアカデミー。今日は教室を飛び出しましてですね、ここ浜名湖体験学習施設ウォットで公開授業を行っていこうと思います。はい、魚たちと一緒にお送りしますよ。ねえ、もう海の中にいるような感じですよ。はい、ね、はい、さあ、門野先生、今日のテーマは何でしょう。はい、ズバリ水産物パラダイス浜松です。さあ始まりました浜松なるほどアカデミー。今回は浜松の豊富な水産資源を大特集。浜松ならでは個性的な生き物たちが登場。みんな大好きうなぎのすごい秘密とは。今回の時間割はこちら。盛りだくさんの内容でお送りしますよ。まずは1時間目。浜名湖体験学習施設ウォットは浜名湖や遠州灘の水産物を展示する体験型水族館。ワークショップも盛りだくさんで子どもから大人まで楽しめる施設です。さあ今日は浜松の豊富な水産資源の授業ということで、特別講師はこの方です。はい、お魚博士ことウォット学芸員の大竹純也さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。何聞いてもいいですよ今日は。まあ、我々普段食べ物専門なんで、食べる方にね、はい、今日はいろいろ教えていただこうと思うんですけども、はい、さあまずはこちら、浜松といえば浜名湖と遠州などに囲まれたもういわゆる海の町なんですけども、大竹さん、やっぱりこの湖と海があるっていうのがポイントですよね。そうですね、ポイントです、うん、はい、この浜名湖のですね、この環境ということでちょっと基本情報をここでおさらいしておきましょうか。はい、はい、面積が 70.4 平方キロメートル、そしてぐるり周囲が128キロ、これはちょうど浜松から名古屋と同じぐらいの距離ということなんですが、ポイントはこの今切れ口なんですね。幅 200m の今切れ口から魚の卵とか稚魚が入ってくるので、はい、潮の満ち引きで遠州灘の海水が出たり入ったりするんですが、多い時で4000万トン、はい、海水が出入りします。そうですね、だいたい浜名湖の全水量の 12%。 ここから 12% ダウン。川から栄養分が流れてくるので、その栄養分で、魚たちの餌になるプランクトンが発生して、魚たちはそのプランクトンを食べて育ちます。はい、で浜名湖の平均水深が 5m と浅いので、大きな魚が入ってあまり来ないので、小さい魚たちにとってはとても暮らしやすい環境になるんですね。遠州灘から浜名湖に入ってきます。でここでたくさんのプランクトン餌を食べて大きくなる。でまたゆりかごから出ていくということなんですね。やっぱり最高の環境ということに、ね、はい、なるんだと思うんですけれども、ちなみにですね、浜名湖で今住む、まあ、魚介類の種類が、はい、なんと836種類だって。836種類も、ね、豊富ですね。そんなにいるんですか。では大竹さん、どんな魚たちがいるのか教えていただけますか。はい、それではこの館内でご案内いたします。はい、あ、こちら、はい、今いるのはウツボですね。ぐろんとウツボちゃん結構怖い顔してますね。本当に、はい、ちょっとなんか何か、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、まあ、怖い顔してるんで、海のギャング海のギャング、すごい、足引っ張りますね。ガンときますね。はい、シマシマですね。シマシマの魚が入ってます。今ここにいる大きいイシダイ、はい、縦島横島どちらか分かりますか。これも縦島、縦島ですね。正解は横島。あの頭上にした状態、釣り上げた時
の状態で見ます。なるほどね、釣った人目線だって。いろんな魚、本当だ、綺麗ですね。愛らしいフグなんかもいるので、結構人になれるので。フグ好き、かわいいですね。おっと、お今ここにいるのがカレイですね。石ガレイです。はい、かわいい。で、砂の中にもたくさん魚が隠れてる。砂の中なんか隠れてるわけじゃないけど、ちょっとこうなんか擬態してるっていうか、ね、ニョロニョロマンションですよ。ニョロニョロマンション、いっぱい顔が出てます。しかもめっちゃ見てるし、こっちめっちゃ見てきますね。狭いとこ好きみたいな。こちらは遠州灘に暮らす生き物が入っています。フグ、フグって言いました。あの全国で取れるあのトラフグの中の6割が遠州灘に取られてるっていうふうに言われています。6割って多いんですね。そうですね、稚魚を、はい、まあ、人間が育てて、はい、ある程度大きくなったら浜名湖に放流するんですけど、はい、その時に放流したトラフグが分かるように、あの胸びれの片方を切るんですよ。ヒレカットっていうんですけど、ヒレカット、はい、どの子が放流した、放流した、はい、トラフグが分かるように調べるために。あ、はい、そうなんですね。さあ、そして、はい、他にもいろいろありますけども、はい、なんかこれも面白いですね。え、これってこれ、これ何か分かりますか？殻、貝殻。これ貝殻なんですけど、うん、これあの浜名湖で養殖する牡蠣の、牡蠣か。へえ、こんなこう横にスルーさんがあってるんですか？なんか牡蠣ってこうドーンって、あ、そうです。よくあの広島とかが有名なんですけど、うん、まあ、まっすぐ一直線に伸ばしてそこに牡蠣をつけるんですけど、うん、浜名湖水深が浅い湖なので、まっすぐにしちゃうとそこについちゃうんですね。はい、だからこういう風にしてるんだ、はい、これが浜名湖ならではの工夫という。そうですね、浜名湖の特有の形した牡蠣養殖。牡蠣ってこうやって養殖してるんだ。すごいですね。季節によって牡蠣の養殖する場所を変えるんですね。へぇ、はい、南の方では夏場、潮の通しがいいので水温があまり上がらないので、そこで育てて、冬になると川からの栄養が流れてくる北部、北の方に移動させて、そこで牡蠣の身をいっぱいつけさせて育てていきます。そういうことがあって我々はあのプリプリの牡蠣を食べると。手間かかりますね。そうですね。いやー、ウォットの中のいろんな魚紹介してもらいましたけども、今我々のこの後ろにいる魚たちも遠州灘で見れる魚。そう、はい、そうですね。今この大水槽には17種類60匹の魚が泳いでるんですけど、カンパチ、カンパチ、はい、あとはブリ、はい、いや、いいですね。シマアジですね。いやー、でも今ねお話にも出てきましたけれども、はい、あとトラフグの話もね、さっき聞きましたが、はい、うん、やっぱり遠州灘って美味しい海の幸がどうしても食べ物に見えてきてしまうんですけど、カツオ、あ、もちガツオなんて有名ですもんね。有名ですよ、食べたことある。もっちもっちしてるんだよ。これ浜松じゃないと食べられないですよね。そうですね、あとノドグロ、ブリとかね、いいものいっぱいあるんですよ。あるんですね。もちろんトラフグもたくさん取れるし、はい、そんな新鮮な、まあ、海の幸を届けるのに一役買っているのが、よいしょ、舞坂漁港なんですね、はい、こちらはもう浜名湖の玄関口、今2年口のすぐ近くにあるわけですね、はい、そうなんですね、うん、この舞坂漁港、基本的には日戻り漁を行っておりまして、水揚げされたばかりの魚が競りにかけられて、だから我々は新鮮なお魚を食べることができるということなんですね。はい、まあ、シラスもね生でいただくのすごく美味しい島、限られた地域だけだと思うんですけど、これ新鮮がなせる技、これ舞坂漁港があるおかげ、さすが浜松ですよね。そうですね、本当にそうなんです。で、実は学園長も大好きなシラス、そのシラスの水揚げ、私先日行ってきました。あら、はい、なのでこちらをご覧いただきたいと思います。どうぞ。
さあ舞坂漁港にやってまいりました。今ちょうど漁に出た船が帰ってきたんですよ。人集まってます。行きましょう。静岡の味覚しらす。しらすとはイワシの稚魚のこと。しらすは南の海から黒潮に乗って静岡県沖へやってきます。なので静岡県はしらすの漁獲量が日本一。特に遠州灘はプランクトンが多く浅くて網が引きやすいためしらす漁にとって最高の環境。舞坂漁港は県内一の漁獲量を誇っているんです。モンド先生が行ったこの日も大量大量。今取れたしらすが続々と水揚げされてます。でこうやって奥様たちが一緒に手伝って水揚げされるんですね。見てください、あっという間にこれだけのシラスがずらーっと並びました。いやー輝いてます。銀色に輝く箱っていう感じ。もうこのままご飯に乗っけてお醤油垂らして食べたいっていうぐらい美味しそうです。すごい。いや先生どうなんですか今日取れた感じ。まず今年は今のとこすごいよ。今のとこいい。今までないよ。うわーちょっと我々も食べるの楽しみなんですけど水揚げされたシラスはすぐに競りにかけられます。多い時で1日におよそ50トンも水揚げされるという舞坂のシラス。仲買人さんたちはどのカゴを競り落とそうか目を光らせます。すごい緊張感。競り終えたシラスは急いで漁港近くの加工場へ運ばれ釜揚げされます。鮮度がすぐに落ちてしまうシラスにとってこのスピードが美味しさの秘訣なんだって。いやーもうあれだけ大勢の人たちがいてああやって大量のね新鮮なシラスをここで水揚げしてるってよく分かりましたけども、もうあれだけ見てたらお腹ペコペコでシラスやっぱ食べたいなと思っちゃいましたね。いやーもう新鮮でプリプリのシラスをね僕もせっかく来たからちょっと食べてみたいんですけどもね。先生聞こえました。黄色い声援が聞こえましたけどもあれこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。お願いします。浜名っ子クラブの皆さんは毎年4月から7月までの第3土曜日に行われている塩梅朝市などのイベントで活躍しています。今日は特別に朝市で大人気のしらす料理を作ってくれるんだって。いいなぁ。さあじゃあまずはしらすの天ぷらから。はい、今日取れた取れたての天ぷら。あーいいですね。なかなかこれお料理屋さんでも見たことないんですけども。そうですね、生のしらすがなかなか手に入らない。そうですよ ね皆様でもお家で普通に作られたりするわけですか。これ天ぷら作りますね。そうなんです、うん、よろしいですか。はい、分かりました。いただきたいと思います。ちょっといいですか、一旦置きますね。はい、おいしい。最高です。あふっくらしてるし、あ味もしっかりしてますね。しらす生姜のこの隠し味が最高です。次はコロッケ。もうこれはもう試行錯誤して、うん、初めはもういろいろ砂糖とか塩とか昆布だしとかいろいろ入れてたんですけど、はい、シンプルな方がいいっていうのでそこに行き着いたんですね。そうなんですね、シンプルイズベストで塩だけです。はい、モンドさんどうぞ。コロッケ上がりました。いい色ですね。おいしいコロッケです。はい、ではトッピングをティーヨーに押さえててくださいよ。ちょっとこうやって押さえて食べないと。そう、押さえて食べてよ。落ちちゃう。ではいただきます。揚げていただきました。中にもヘラが入ってる。大丈夫？落ちるところでした。じゃがいももホクホクですね。そうですね、味方バラじゃがいもは本当にホクホクですね。味方バラのじゃがいもでね、味本当シンプルなんですけども、そうです、これ本当素材の味が美味しいからもう何にもつけなくていい、これで。うん、
おいしい。最後は特製しらすご飯。いただきます。おお、もうね、お口の中が舞坂漁港。いや本当にこのねしらすのうまみと、そしてちょっとこの塩の香りが詰まってますねこれ。でもね、なぜこれだけのこうしらす料理をこう編み出していったんですか。いや私たちあのしらす漁だもんだから、うん、だからしらすを皆さんにもっと食べてもらいたい、消費してもらいたい、そういう思いで。いやでもとっても美味しかったです。あの僕らももっともっとこのしらす美味しくね食べたいなと思っておりますので、また遊びに来てもいいですか。ぜひあのエンバーサイトに来てください。はい、どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかった。いや最高最高でしたよ。加減長なんかねもうね、はい、羨ましいのを通り越して、はい、なんか腹が立ってきちゃった。ちょっとね悲しくなってきちゃったぐらいに美味しそうだった。安心してください。僕もいただきましたしらすの天ぷらとしらすのコロッケ、そしてしらすご飯は月に一度行われます塩梅朝市でも食べることができます。さあ学園長、ひとしきりこの浜名湖と遠州灘で育つ、まあ、魚紹介してきましたけども、うん、浜松は養殖技術もすごいんです。そうですね、はい、やっぱりうなぎ、うん、それからすっぽん、牡蠣、海苔、わお、豪華ありますね。本当ですよね、はい、あの大竹さん、なぜこんなに養殖がこの辺りは盛んになったんでしょうか。はい、三方原大地の地下水が豊富にあるので、うん、その水が手に入れられること、あとは稚魚や稚貝の餌が手に入れやすいこと、はい、で浜松は平均気温が15度前後と、うん、とても温暖な気候なので養殖に適しているんですよね。でもやっぱり浜松というと、うん、うなぎ、まあそうですね、なんですけども、このうなぎの養殖ってのはどういうふうに行われているんですか。それではあのこの敷地内にうなぎの養殖の、はい、池がありますので、そちらで、はい、ご案内いたします。さあ大竹さん、はい、こちらが大うなぎです。大うなぎ、大きいですね。本当だ。身が淡白なので、うん、あまり食用には向かない種類です。向かない、うん、後ろにあるのが、はい、そうですね、後ろにあるのがこちらが日本うなぎです。日本、はい、なんとなくこう見慣れたサイズ、はい、土用の丑の日とかで食べるうなぎがこちらの日本うなぎという種類のうなぎです。しらすうなぎと呼ばれるうなぎの稚魚を取って育てていくんですけど、とてもデリケートなので、はい、時には止まったりする。あ、止まり込みで。そうなんだ。本当に大事に大事に育ててあげるということですね、はい、そうですね。どんなご飯を食べて、どんな海流に乗ってきて日本沿岸にたどり着くっていうのは、まだよく分かってない生き物なので、まあ年によってだいぶシラスウナギが取れる年、取れない年っていうのがあるんですけど、まあ、そのためにこうやって研究もずっとされているというわけ、ね、はい、そうですね、はい。さあここでお二人にはクイズに答えていただきたいと思います、はい、クイズ、わー楽しみ。おお、唐突だけどクイズということは勝者には何かあるんですか。そうですね、今もう目の前にあるんですけど、出ました、これは玉手箱ですか。煙がもくもく違う、トマノコサウナギを使った極上のうな重を、うん、うわうな重。いや、学園長、もう本真剣勝負でいきましょう。え、それでは、うん、うなぎクイズを出題します、はいはい、先ほど見てもらった養殖うなぎは、うん、ほぼ 100% オスかメスどちらかになります、うん、はい、なのでオス、メスどちらになるでしょう、これが問題です。オスかメスか。あ、ここにフリップがあります。あ、丸バツじゃないんだこれ。オスメスフリップ初めて見ましたよ。初めて見ました。オスかメスか。いやちょっとでもプリッとしてたから、メスかな。じゃあモンド君がメスなら私はオス。しっかりと分かれました。それでは小竹さん、はい、お願いします。正解お願いします。正解は長谷川さんです。よし来たー、よし来たー。ほんとオスなんですか。そうなんです。原因はまだよく分かっていないんですけど、養殖していると、
その養殖されたウナギは、うん、ほぼオスになるんですね。ちゃんともう一回調べてください。もう一回調べてよ。メスじゃないですね。あの顔はオス。本当に悔しい。やっぱここだな。ここ。じゃあ私いただいてもよろしいですか。いやいや本当に一つだけなんですね。うわー美味しそう。いやそれいく一口で。うん。美味しい。うん。油がね乗っててね。うわーいいなー。わあこれご飯だけでも何杯でも食べられば。うわーいいなー。美味しそう。ちょっと匂いだけ嗅いでみる。あ匂いだけね。あうまい。本当に最高っす。いや最後はとっても悔しい結果に終わりましたけども、はい、今日はね浜松の豊富な水産物について授業をしてきましたけども、学園長いかがでしたでしょうか。いややっぱり浜名湖遠州灘っていうのは、うん、本当に素晴らしい食の宝庫ですよね、はい、この宝物はやっぱり後世に受け継いでいかないと、うん、と思いますが、はい、大竹さん今後の、まあ、抱負夢など教えていただけますか。はい、浜名湖のアサリやウナギ、うん、で遠州灘の方もトラフグ、まあ、いろんな海産物がありますけども、うん、それが減ってきてるっていうふうなのを耳にすることが多いので、うん、まあ、まずその現状を子どもたちに知ってもらって、うん、こんだけたくさんの生き物が暮らしているんだなっていうのを知っていただければいいなと思います、うん、はい、で僕も今日勉強して、まあ、これだけね美味しいものたくさんあるわけじゃないですか。旬なものっていうのをやっぱ我々もっと知ってですね、うん、地産地消じゃないですけども、うん、そうやって美味しく食していきたいなというふうに思いましたね。そうですね、はい、やっぱり素晴らしい食事ね、うん、食べに水産物の素晴らしさもぜひ知っていただきたいなと、うん、足を運んでもらいたいなというふうに思います、はい、今日はウォット学芸員の大竹純也さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。6月1日晴れ。今日モンド先生は浜松の豊富な水産資源についての授業をしました。浜松は浜名湖と遠州灘、それをつなぐ今切口があるから豊富な魚介類が住んでいるということがよくわかりました。それにしても2人とも食べることばっかり。僕は今度浜名湖で生き物の観察をしようと思います。学級委員長内田太田。さすが学級委員長、頼りになるな。では次の授業でお会いしましょう。さてここからも盛りだくさんの内容でお送りします。モンド先生2時間目は、はい、姿勢トピックスです。春4月西区観山寺町にある浜松市動物園で写生大会が行われました。毎年春と秋に行われる人気のイベントで、今年も大勢の方が参加しました。午前9時、開園と同時に絵の具や画板を持った参加者が続々と来場。エントランスで画用紙を受け取り、お気に入りの動物のもとへ向かいました。年齢に関係なく誰でも参加できることから、大人も子どもも思う存分絵を描いていました。こんなに本格的に切り描いたのは初めてなので、結構一匹描くのも疲れるなって思いました。今日はお天気もいいのでね、描いていてすごく、うん、楽しい気持ちになりますじっくりと観察しながら絵を描くことで、動物の動きや表情、息遣いを感じることができました。また21日の土曜日には飼育の日のイベントとして飼育員の仕事を学ぼうも開催。参加者は飼育の日に関する話を聞いた後、スタッフと一緒に園内を歩き、竹や木を切って餌について学びました。でこの木はお腹の調子を整えてくれるっていう効果があってですね、
切った枝は動物の餌になります。土日祝日に行われている触れ合い体験も人気イベントの一つです。ウサギを膝の上に乗せて触ったり、カンガルーにリンゴやサツマイモなどの餌をあげることができました。楽しかった。今年も生き生きとした動物たちの絵がたくさん描かれ、4日間で385点の作品が提出されました。トラです。青いかっこいいから、かっこいいから。6月10日に表彰式が行われ、受賞作品は動物愛護教育センターに展示されるほか、来年の写生大会のポスターやホームページなどに掲載されます。上手にできた。4月26日から5月6日まで浜松市博物館で毎年恒例のゴールデンウィーク企画、昭和レトロの博物館が開催されました。紙芝居や駄菓子やおもちゃなど昔懐かしいイベントが盛りだくさん。今年も多くの家族連れが訪れ、昭和の世界へタイムスリップしました。昭和のおもちゃで遊ぼうのコーナーでは、オセロや野球盤、けん玉など懐かしいおもちゃがたくさん用意され、遊ぶことができました。大人がおもちゃの遊び方を子どもに教え、一緒に夢中になっている姿が見られました。今日は孫と真剣勝負をオセロやりまして負けました。残念です。次は絶対勝とうと思ってます。でも今日は本当にこんな楽しい催しをやってて来てよかったと思います。やっぱり昭和のイベントは大人も楽しめる、で子どもも楽しめる、で大人が子どもに遊び方をまた教えるということで、とってもいいと思います。4月28日からは駄菓子のしじみ屋が7日間限定でオープン。当時の様子を再現した店頭にはたくさんの駄菓子が並び、行列ができました。そこの駄菓子屋さん行った時に、すごい値段設定がレトロですごいなって思いました。見たことのないお菓子とかがいっぱいあったから、よかった、昭和の子どもたちに大人気だった紙芝居も実演されました。この日披露されたのは昔話や子どもの日にちなんだ作品。集まった人たちは駄菓子を食べながら真剣に耳を傾けていました。子どもももちろんなんですけども、大人の自分らでもすごく楽しく見ることができて、とっても今日来てよかったなというふうに思いました。楽しかった。紙芝居が終わった後は、作中で登場した道具を実際に体験することができました。その他、展示物を見てクイズに答えるクイズラリーやくじ引きコーナーなど、家族みんなで楽しめるイベントが満載でした。大人も子どももノスタルジックな世界を体感できた昭和レトロな博物館。古き良き時代の文化を次の世代へ引き継いでいきたいですね。4月29日の日曜日、みその中央公園で浜北グリーンフェスタが開催されました。平成11年みその中央公園の開園記念行事としてスタートし、今年で20回目を迎えます。公園に親しみ、緑を楽しむことを目的に、浜北の春の恒例行事として親しまれています。メイン会場である多目的広場には様々なテントが並び、たくさんの来場者でにぎわいました。毎年お友達と参加させていただいてるんですけども、
いつも楽しみにしてます。とっても今日も楽しい一日です。毎年好評の植木のオークション、来場者はステージを囲んで植木や花鉢をお得な値段で購入しようと競い合いました。400円、ものすごい安いよ。1万円に安い、1万円以上。500円、じゃあ500円で落とします。その他にも自然をテーマにした催しが盛りだくさん。押し花教室では市内の草花およそ50種類が用意され、来場者は思い思いに押し花を組み合わせてしおりを作りました。いろいろお花があって誰でも綺麗に作れて簡単に楽しめました。木工コーナーでは木工製品の展示販売や木工教室が開かれ、家族でテーブルや椅子などを作る姿が見られました。作ったのは、ベンチを作りました。はい、自分で好きなように作れるのがやっぱり楽しいです。また可愛い動物たちと触れ合えるミニ動物園や、昨年人気だったスタンプラリーなど、家族で楽しめるイベントが盛りだくさん。緑豊かな町浜北で行われたグリーンフェスタは、今年も笑顔あふれるイベントとなりました。5月3日から5日までの3日間、浜松祭りが開催されました。3日間でおよそ177万3000人が訪れ、今年も大変なにぎわいを見せました。浜松祭りの昼間の見どころ、たこ揚げ合戦には173カ町が参加。各町自慢の大凧が空いっぱいに舞い上がりました。初日の3日には家康くんと直虎ちゃんがウィンドサーフィンを行っているイラストが施された大凧が上がり、ウォーターマリンスポーツの聖地浜松を PR するとともに遠州の空を彩りました。タコ同士の糸が絡み合うと糸切り合戦の開始。町の威信をかけた真剣勝負が繰り広げられました。また5日は子どもの日にちなんだ子どもたこ揚げが開催。子どもたちが力を合わせて一生懸命たこ糸を引っ張りました。この1年で生まれた子どもの誕生を祝う初だこ。今年もたくさんの初だこが上がり、子どもたちの健やかな成長を地域みんなでお祝いしました。Very happy to be here today with my family, my daughters, my wife. She's from Hamamatsu, and this festival has always meant a lot to her growing up. And I'm so happy and proud to be a part of it this year, raising the kite for my family, and super excited. 自分が生まれ育ったところでタコをあげることができてとても嬉しいです。一生の思い出になりました。風もとても素晴らしくて、こんなにたくさんの人にあげていただいて本当に嬉しかったです。また期間中は市内7会場でにぎわいイベントが開催。普段近くで見ることのできない大凧、御殿屋台の展示やさまざまなパフォーマンスが披露されました。空も会場ではお囃子子どもラッパ隊が合同のラッパ演奏やお囃子を披露、浜松祭りを一層盛り上げました。夜の帳が街を包むと御殿屋台の引き回しの始まり、見事な彫刻が施された
80カ町の屋台がゆっくりと行き交い、優雅で幻想的な光景が広がります。豪華絢爛な屋台、提灯の明かり、可愛らしいお囃子が夜の街を一層華やかに彩りました。向こうに太鼓と大きい太鼓の前にいるので、これを見に来た。浜松を代表する一大イベント、浜松祭り。今年も熱気と興奮に包まれた3日間でした。浜松市では様々な行事が行われていますね。続いて3時間目は、はい、教えて浜松市長です。こんにちは、片川のり子です。こんにちは、浜松市長の鈴木康智です。市長、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。季節も初夏になりまして、まあ、これからね、さまざまなレジャーが盛んに行われる時期となりました。はい、先日市長が浜松を、ビーチマリンスポーツの聖地にとおっしゃっていたのを耳にしたんですけれども、はい、これはどういったきっかけがあったんでしょうか。はい、実はですね、まあ、サーフィンがしたいということですね、東京の IT 企業を脱サラしてですね、浜松に移住をして、浜松ベンチャー企業を立ち上げたね、社長さんがですね、自分たちの、ね、仲間内ではですね、浜松はね、こんないい場所はないと、はい、本州最後の楽園だと、お、非常に高く評価してくれてるんですね。で、他にもね、ウィンドサーフィンをやりたくて浜松に移り住んで、起業したなんていうベンチャー企業の社長さんもいますしね、まあ、そうしたことをヒントにですね、そうだと考えてみれば、はい、浜名湖とですね、はい、太平洋と広大なですね、砂浜を使えばですね、あらゆるマリンスポーツ、ビーチスポーツができると。まあ、実際今もですね、かなりもういろんな競技やですね、アクティビティが行われてますので、ということでですね、はい、ビーチマリンスポーツの聖地にしようと決めたんですね。はい、で、まあ、ご存知のようにここは非常に、まあ、年間続いて温暖な気候ですし、まあ、適度な風があったりですね、波が良かったりということで、ね、マリンスポーツ、ビーチスポーツするには絶好の環境が整ってるんですね。で、もう一つ大事なことはですね、はい、実はこの都心ですね、この80万の市民の皆さんが住んでいるこの都心からですね、まあ、そうした環境にアクセスするのにね、30分もかからないと、だいたい30分圏内で行けちゃうとですね、こんな場所ないんですよね。はい、まあ、全国にはですね、やっぱり同じようにマリンスポーツやビーチスポーツ盛んな地域ありますけども、こんなにですね、80万のね、大都会から、ね、その近接したところにですね、そういう環境が整っているというところはですね、ここだけですから、まさに、ね、もう仕事でですね、レジャーがね、最も近接したと、日本一近い町だということでですね、これを売りにしていきたいというふうに思ったんですね。はい、確かに朝マリンスポーツをして出勤してっていう働き方もありますもんね。そうなんです、そのね、はい、サーフィンやりたくて来た社長さんもね、東京にいるときは週末に3時間かけてね、房総半島の先まで行ってたんだ今はですね、15分で浜まで行きますんで、そうです、仕事の前にサーフィンやってもうね、もう天国だっつって。なるほど、楽園ということなんですね。はい、まあ、全国各地にそのビーチマリンスポーツの聖地っていろいろあるけれども、はい、この浜松はもうとにかく仕事とレジャーがもう最も近い町ということは、はい、これが大きな魅力ですね。そうですね。はい、ではそのビーチマリンスポーツの聖地実現に向けて、はい、これからいろいろな動きがあると思うんですけれども、はい、新たに先日組織が発足したそうですね。はい、3月27日にですね、ビーチマリンスポーツ推進協議会という会をですね、発足をさせました。協議会のメンバーですね、県西部で活動するサーフィンやビーチラグビーといったマリンスポーツのですね、競技団体や船外機やですね、ルアーなどのマリン関係のメーカーさん、企業さん、ベンチャーの企業家ですね、周辺地域の観光協会、あるいはですね、県や国などの方などですね、40団体で組織しまして、ビーチマリンスポーツを軸に多彩なメンバーに集まっていただきました。官民一体となった連携を進め、関係者が共同してですね、ビーチマリンスポーツの聖地に向け、さまざまな可能性を模索しながらブランドの確立を目指してまいります。具体的にはですね、協議会を通じてビーチマリンスポーツの普及
啓発、イベント活動への相互参加、情報化交換などを行って企業を盛り上げてですね、数多くのビーチマリンスポーツが楽しめる浜松市の魅力をですね、国の内外に発信していく予定です。ではそのビーチマリンスポーツ推進協議会では今後どのような予定がされていたり、あとはどんな期待しているんですか？はい、この協議会でですね、大会、いろんな大会をですね、誘致をしていったりですね、あるいはまあ環境整備や施設整備をしていかなければいけませんので、まあ、いろんなそうしたご意見アイデアをですね、はい、出していただいて、一緒にまあその連携しながらですね、そうした環境整備をしていったりですね、あるいはまあ情報発信、これはあの IT 企業の、ね、社長さんなんかもいますので、はい、SNS の活用とかですね、まあ、いろんなまたですね、知恵やアイデアをですね、出していただいて、まあ、協議会を上げてですね、あの情報発信もしていきたいというふうに思っております。そうですね、40もの団体が参加しているということで、それぞれの団体が持っているノウハウをみんなでこう融合させていけば大きな成果につながりそうですよね。はい、浜松はですね、東京まで1時間半とですね、交通の便が大変よく、十分な都市機能を有する一方で、まあ、気軽にマリンスポーツを楽しめる環境にあり、まさにワークライフバランスを実現できる場所としてですね、最適な街だと思います。はい、こうした浜松の魅力をさらにですね、強化し、他都市との差別化を図ってまいります。先日市外からの企業をですね、誘致するため舞坂共同センターの中にですね、舞坂サテライトオフィスというものを開設をいたしました。すべての部屋からですね、浜名湖の眺望を楽しむことができ、海の好きな人には絶好の場所となっております。まさにワークライフバランスを重視する多くのベンチャー企業の皆さんにとってはですね、大変魅力的な場所だと思いますので、大いに利用してもらいたいと考えております。ビーチマリンスポーツを推進し、浜松のブランド力を高めることでですね、浜松への来訪者をですね、増加する、まあ、交流人口の拡大というのとですね、移住者、移り住んでいただく方を増やすですね、定住人口の拡大、まあ、この両方をですね、目指してまいりたいというふうに考えております。では今日も時間が迫ってまいりました。はい、市長から浜松市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、平成30年度からはですね、いよいよ浜松はですね、ビーチマリンスポーツの聖地ということで、まあ、その様々な活動に取り組んでいくということになります。折しもですね、実は来年の大河ドラマがですね、イダテンというドラマが決まってるんですけども、このドラマのですね、2人の主人公の1人がですね、浜松出身の田畑雅治さんという方でございまして、この方はですね、あの東京オリンピックをですね、招致するのに大変活躍をされた方であります。と同時にですね、浜名湾遊泳協会というですね、まあ、この、西部地域にあるですね、非常に古くからある、水泳のですね、協会を作ったり、あるいは日本水泳連盟の、設立に大変貢献したりということで、まさに今日本の近代水泳のですね、父と言ってもいいですね、郷土の生んだ偉人なんですね。この方がですね、我々が今これからこのプロモーションを行うときにですね、大河ドラマの主人公として取り上げられるというのはですね、大変これは追い風になると思うんですね。この田畑雅治さんがですね、まさに日本の水泳の父であるということで、浜松はですね、その日本近代水泳発祥の地であるというふうにも言いますし、マリンスポーツやビーチスポーツをですね、推進をしていく絶好の場所であるということをですね、大河ドラマとともにですね、大いにアピールをしていきたいと思っております。ぜひ、市民の皆様にも大いに期待をしていただきたいというふうに思います。あの浜名湖もこれからハイシーズンになりますし、はい、市長のお話聞いてたらちょっとビーチマリンスポーツにすごく興味を持ちました。はい、ちょっとチャレンジしてみようかなと思いました。はい、市長どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ここからは市長自ら質問に答えていただきます、お答えしましょうのコーナーです。市長の日常ですとかプライベートに迫っていこうと思います。市長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これから雨が多くなってくる季節、家の中で過ごされることも多いかと思うんですが、市長は休日どのように過ごされているんでしょうか？はい、お答えしましょうということでですね、まあ
休日、はい、まあ、雨の日なんかですね、あの家にいるときはですね、はい、まあ、大体の撮りためたね、うん、ビデオを見たり、まあ、あるいは本を読んだりですね、あと結構ね、あの事務仕事が残ってる場合があるんで、家で、あの原稿作ったり事務仕事したりね。そうなんですか。まあ、そんなことして過ごすことが多いですね。ちなみにどんなドラマですとか、はい、映画とかご覧になります？例えば大河ドラマとかですね。あ、なるほど。大体も外出てますんで、はい、まあ、あの録画しといてですね、それを見たりとか、まあ、あの映画であったりとかですね、のんびりと、はい、あとはその事務仕事も、はい、家でもされるんですね。そうですね、ずっとこの市長 の、はい、あの部屋ではなく家でも、割と家でやることもありますね。そうですか、はい、じゃあのんびりそうやって過ごされるんですね、はい、であとね、そういった毎日公務でお忙しい、はい、家でもそうやって原稿を書いたりしてお忙しいと思うんですけれども、はい、市長ストレスとかたまらないんですか？どうやってリフレッシュされてるんですか？いやいや、まあ、そうですね、そんなに、ね、数は多くないんですけども、まあ、僕は比較的その家でね、はい、うちの妻と食事をするのが好きなんで、素敵ですね、はい、まあ、そこで、お酒でも飲んでですね、パーッとこう発散するとですね、はい、まあ、ストレスが飛んじゃうと、まあ、こういうこと、ね、お酒、奥様もお好きなんですか？はい、うちの妻も、そこそこ飲みますので、はい、素敵です。ゆっくりとご家族で過ごされるんですね、はいはいはい。じゃあ丸々一日お休みがあったら、はい、市長は何をされたいですか？そうですね、まあ、私の今唯一の趣味と言っていいのが、はい、ゴルフだもんですから。ゴルフ行っちゃいますね、きっとね一日お休みがあったらね、はい、あ、そうですか、はい、もう朝からもうゴルフの時はウキウキします。前の日からウキウキしますね、はい、なかなかね、まあ、あのしょっちゅうはいけませんけれども、はい、まあ、たまにコンペなんかに参加しますんでね、はい、まあ、一日休みが取れたら、ゴルフ行っちゃいますかね。そうですね、体も動かして気持ちがいいですもんね、はいはい、いや、市長いろいろ丁寧に答えていただきまして、いえいえ、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。浜松市ではさまざまな取り組みが行われていますね。最後に4時間目は、はい、懐かしの市政映画です。昔から犬ほど私たちの生活に溶け込み親しまれている動物はありません。しかしこの犬たちも一旦野犬に変わると恐ろしい動物になってしまうのです。浜松市でもここ 1,2 年野犬の被害があちこちで発生して大きな社会問題となり、野犬対策が強く叫ばれてきました。野犬を含めて犬の取り締まりは保健所の仕事と決められていて、浜松では葛西町にある北保健所と高町の中央保健所がこの仕事を受け持っています。このうち中央保健所には地区犬指導班があって、犬の正しい飼い方の指導や野犬の捕獲に毎日活動を続けています。中央保健所ではこのほか野犬の2群と言われている不要犬の引き取りも毎日行って、野犬の増えるのを防いでいます。一方、市でも野犬の対策はいろいろと考えてはきました。町を住みよくする会と協力、捕獲箱20個を作って保健所に提供したのもその一つです。
この捕獲箱はネズミ取り式に作られているもので、捕獲人にも捕まらない逃げ足の速い野犬の多い町に貸し出されて効果を上げています。こうした野犬対策も、1万頭もいると言われる野犬には焼け石に水で、野犬の被害は増える一方です。そこで保健所では市と協力、昨年10月に続いて5月23日から4日間、県下の地区犬指導班捕獲班全員を浜松に集めて、野犬の多い町を中心に集中捕獲と地区犬の個別指導に乗り出しました。捕獲班は5班に分かれて出動、4日間で200頭余りを捕獲しました。指導班は4班に分かれて犬を飼っている家を個別訪問、登録や予防注射のしてない犬のある家には登録の約束をしてもらいました。捕獲箱班には市の職員が出動しました。野犬が多いと言われる町々の要所要所に捕獲箱を配置して回りました。一晩待っては翌日回収を重ねて農村部で効果を上げました。一方、野犬どもの横暴さを腹に据えかねた浜松猟友会の皆さんも野犬狩りに協力。ハンター60人余りを動員して朝早くから野犬退治に活躍しました。日頃鍛えた得意の射撃は100発100中、4日間で138頭、6月10日までには500頭余りを射殺しました。県では山本副知事がこの状況を熱心に視察、強力な野犬対策を指示しました。こうした取り締まりの効果は意外なところに現れて、登録や注射のしてない飼い犬が登録に押し寄せ、どの会場も大変なにぎわいを見せました。そして4日間だけで登録や予防注射を受けた犬が3000頭を超すありさまでした。またいらなくなったからとあっさり置いていかれた犬も700頭を超え、登録も注射もしないで飼われていた野犬のような飼い犬がたくさんありました。数ある動物の中でも犬は利口で可愛い動物の一つです。飼い主は必ず市へ登録の届け出をして、春秋に飼い狂犬病の予防注射を受け、
畜権条例を守って放し飼いをせずにのびのびと飼ってやりたいものです。そうすることが犬のためにもなり、野犬追放の条件にもなるのではないでしょうか。市内の中心を通っている国道1号線、この道を横切って通学している子どもたちが安心して学校に通えるようにと建設が進められてきた宮武歩道橋と森田歩道橋が完成、4月11日開通式が行われました。宮武歩道橋では今までこの道を横切って通学していた児童の代表からお礼の言葉があってから、テープが切られて渡り初めが行われました。この歩道橋は市が交通事故防止対策会議と協力して市民を交通事故から守るため、森田歩道橋と合わせて500万円をかけて建設したものです。この後続いて森田歩道橋でも開通式が行われて、これから安心して学校に通えると喜びいっぱいの良い子たちが次々と渡り初めを行い、橋の完成を祝いました。浜松市から暴力をなくそう、この市民の願いを込めた暴力追放市民大会が天皇誕生日の4月29日市役所前広場で開かれました。暴力を憎む市民の総決起大会ともいえるこの集まりには、市内各界の代表5000人が参加しました。暴力団への信は絶対に継承しない。そう、泣き寝入りはやめて速やかに被害に届けようだ。大会では特大委員長の発議で5項目の市民運動を決議、参加者全員が警察に協力して市内から暴力をなくすことを誓い合いました。青少年が大会の後、小学生の鼓笛隊を先頭にプラカードや小旗を掲げて市民大行進に移りました。暴力追放のためにはみんなが手を取り合って立ち上がるのだという決意を持ったこの大行進は、市民の皆さんの共感を得て40万市民の暴力追放への大きな足がかりとなったのです。今回の浜松なるほどアカデミー、いかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。バイバイ。